FM 大阪、大阪ビズカフェご案内のバンディ石田です。そしてタラです。タラさん、はい、今日は僕ちょっと大役。そうですよね、今日は、はい、大阪商工会議所の、はい、佐藤、はい、重隆会頭のところまで、はい、お邪魔いたしまして、はい、バンディさんね、はい、いろいろとインタビューさせていただくんですよね。そうなんですよ、はい、まあ、あのこういう番組をやっていて、で、はい、大阪自体が今ですね、旅遊都市大阪、うん、千客万来都市大阪ということで、はい、でこの間ね、あのこの番組のチーフプロデューサーの野添さんと一緒にですね、うん、はい、あの商工会議所のシンポジウムなんかも行ってきたんですけど、もうスケール大きいですよね。やっぱり700人ぐらい集まって、はい、でどうやったらもっと大阪が国際化するかということをやってて、うん、はい、でその冒頭でも回答が挨拶されまして、はい、でやっぱり僕らもその流れに沿ってやってますから、うん、ぜひ今日はね、回答のメッセージを皆さんに届けたいと思って、はい、そうですね、ちょっと緊張しておりますが、頑張ってください。頑張って行ってきます。行ってきます。大阪ビズカフェという番組です、これ毎週火曜日やっておりまして、火曜日、はい、今日火曜日や、そうです、今日放送あるんですが、夜の8時半からやっております。でこれ、最初ですね、大阪府さんの、アクションプログラム、国際化戦略アクションプログラムという一環の番組として始まりまして、でこの、まあ、大阪地盤沈下がしていくと、でこれどうやってこれ底上げするかというところで、国際化じゃないかということ で、なぜかこう我々でやらせていただけることになりまして、光栄だなと思ってずっとやってるんですが、もともとはこの留学生をですね、いろんな会社に僕らと一緒に連れて行きまして、で、職場見学をして、そこの社長さんと喋ったり、でこの第2弾のこの企画で、この秋ぐらいから、去年の秋ぐらいからこのインターン企画というのも始めました。これはインターン企画でこの3日ぐらいこの企業に働いてもらって、で、社長さんとディスカッションしてもらって、で、もしよかったら就職と、でこれちょっと今結果が出てると。主に中小企業ですか。そうですね、今までそのインターンやらせてもらったのはハードロック工業さんっていうと、それからエース証券さんにやらせていただきました。ハードロックさんはなんか2人ほど内定を、内定を、どこの人ですか。ね、スウェーデンの方と中国の方になると思うんですが、はい、で今度今年はですね、野添社長、インバウンドということで、やっぱりこの観光にたくさん来ていただかないといけないんじゃないかということで、で、このだんだんこの仕事のレパートリーというか取り組みを増やしていくことなんですが、先日ですね、3月の4日でした、私とそれからチュープロデューサーの野添社長とですね、この旅遊シンポジウムね、シンポジウムやりましてですね、大変いろいろこう感動して帰ってきたんですが、そう、別に感動するものはないと思います。いや、そうだね。俺はすごく感動したんですが、このですね、最初に回答出られまして、でこの、スピーチされまして、はい、なんて言いましたかな。もうこの大阪の国際化していくのにこう、取り組みやっていかないといけないというようなことを、スピーチされたんですけどね、これ非常にこの国際化熱心だなと、お熱心だなと思って、これで我々もね、こういう番組せっかくやってるもんですからね、こういう番組やってることを知っていただきたいというのもありますし、それと、回答の意見をですね、今日はぜひこの記録をさせていただいて、この FM 大阪の電波に乗せてですね、大勢の人に聞いていただきたいと思ってるんです。はい、いやこの前言ったの忘れましたけどね。あ僕はもう言葉に反応するタイプなんで、はい、なんか言ってくれないと僕は出てきませんから、はい、あ、そうですか。今日はですね、いろいろご質問をですね、何項目か考えておりましてですね、ここにこの質問のリストというのがあるんですが、もうそんなの度外視して、はい、そうですね、いい加減な男でした。まずはですね、この本編に入りましたら、お伺いすることがですね、まあ、基本的にはこの留学生をこの、まあ、たくさん大阪に来てもらいたい、来てもらって大阪好きになってもらいたい、好きになってできれば働いてもらって居ついてもらいたいというふうに思ってるんですが、留学生なんかがね、これから例えばこの今まだこれ収録はしてないんですが、関西で入ってきたり就職してくれたりすると、やはりこういろいろ影響出てくると思われますかね、というようなこととか、それから、やっぱりですね、この大阪、これ観光の方増えていただかないところ困りますよね。で、大体この今来てる方が5倍ぐらいにならないといけないんじゃないかってよく聞くんですが、そのためには回答どんなことを考
考えていらっしゃるのかなということと、それからあの本編の中身ではですね、この我々のようなね、このローカルメディアですよね。ローカルメディアがどんなことしてる、頑張らないとダメですね。もうその辺のマスメディアじゃなくてね、はい、まあ、ちょうどこうマスコミとミニコミの中間ぐらいのところを我々言ってるんですが、まあ、僕らだからできることもあると思うんですけどね、その辺にこうちょっとご意見を、なるほど、考えると思います。そうですか、はい、はい、そんな感じで今日お話を、お伺いしたいんですが、大体回答はですね、今この大阪の国際化の外境的にはどんなふうに今感じてらっしゃいますでしょうか。国際化の外境ってね、難しいことは、はい、まあ、まあ今の状況ですね、はい、まあ、国際化っていうか、まあ、こう昨日もですね、ちょうどいいわ、昨日ですね、はい、大阪城行ってたんですよ、はい、大阪城、はい、とかよそ の中小企業の会社訪問した後、はい、時間があったんで大阪城行ったんですよ、はい、そうすると結構外国からのね、はい、お客さん多かったんですよ、はい、多かったんですが、はい、もしこれが京都であったらと、うん、まあ、比較しないとなんですね、はい、で大阪城大変多かったけど、はい、これ京都だったらこんなんじゃないぞと。そうですよね、まあ、さっき5倍とおっしゃったけど、はい、10倍ぐらい京都だったら言うだろうなと思って、はあ、まだスイスイ歩けますから、大阪城広いけども、はい、京都だったら歩けないでしょうね、はい、肩ぶつかっちゃうんです、はい、だから大阪城の魅力、今桜ですけどね、はい、まだまだ知られてない、はい、ね、だからここにその桜の名木があるとかね、うん、しざれ桜ここにあるとかね、うんうんうん、でその大阪城も広いからこの辺桜は、うん、いっぱいありますよとか、はい、ここはないですよとかね、はい、なんかそんなもうちょっと PR をね、はい、しないとダメですね、はい、ご案内を、はい、これなんでこのね、あの例えばオリンピックの誘致をしようというのが今から10年ぐらい前でしょうか、ありましたよね。であの時にあの世界でこうインタビューをしてみて、こういろんなテレビを見てましたね、僕らが、まあ、僕らはその世界にインタビュー行けまないですか。で大阪って知らなかったですよね。外国も行きますとね、まあ、京都、大阪、まあ、僕の経験ではね、うん、まあ、知られてるのは知られてると思うんですよ。あ、そうですか。知られてるんですね、はい、会社でも IR ってあるでしょ、はい、要するにうちの会社はこんな投資して、はい、こんな風にしますから株買ってくださいっつって、はい、そのロンドンとかね、はい、パリに行って一生懸命宣伝、アナリストのとこ行くんですよ、はい、その時大阪、京都っていうのはやっぱり有名ですね。あ、東京はもちろんですけど、あ、そうですか。その辺はまあ大阪も捨てたもんじゃないんですが、あ、はい、観光都市として見られてないんですね、はい、ビジネスとしてしかね、はい、だから観光都市大阪を標榜する以上は、うん、やっぱりどっか切り口を見つけないといけないね、うん、やっぱ大阪城を切り口にしないといけないね、はい、それみんなでね、大阪城こんな魅力があるぞと、はい、あるいはこんな魅力をちょっと付け加えたらいいんじゃないかとか、はい、みんなでね大阪城をこうにやかにする、そういうこう話題をね、はい、こう話題っていうかみんなで議論するね、はい、まあ、そんなことはしないとダメなんでしょうね。いや昨日多かったけども、うん、本当京都と比べたらこれは少ないなと思いましたね。京都行けばね、本当にもう、あそこは京都桜神社を、寺院とかお寺多いでしょ、はい、ね、神社多いですから、はい、で大阪、京都に比べた神社少ないですから、はい、桜は少ないかもしれないけど、はい、まあ、大川のところいっぱい咲いてますしね、はい、大阪城もいっぱいありますから、はい、もっとどんどん PR とかすれば、はい、ああ桜は大阪だなとこうなると思うんですよ。あ、実はですね、僕らも当然この観光地というのはね、いろいろやるんですが、このちょっと今大阪城っていうふうに出て、で大阪城やってないんですよね。え、なるんですか。僕ら特集とかあ、ぜひとかおインタビューもしたらいいんですよ。だから例えばつてかくって出たら、つてかく何回も特集してるから、そうですよねって今お話をこう合わせていけたんですけど、大阪城行かないと、大阪城やって、大阪城、皆さん方は大阪城を発見するとこから行かないと。ああ、じゃあ僕がまずは発見しないといけないですよね。もうその皆さん方怠慢ですね。いろいろ観光地まで巡ってるつもりではいるんですが、ちょっと大阪城でなんかこう僕らも抜けてたなっていうの。ぜひ街頭インタビューしてください。はい、例えば豊臣秀吉という人の人生は、まあ、やっぱ外国の人から見ても面白いなと思うんですが、そういう
豊臣秀吉なんていうのはやっぱり外国の人に知名度あるんでしょうか。なんかそのバカみたいに質問しちゃいましたけど、いやそれは知られてないでしょう。はい、知られてないでしょう。はい、銅像ありますからね。はい、報告神社行きましたら、はい、あの銅像あるでしょ。はい、銅像知ってます。いや、あ、ダメだな。いやすいません、もうちょっと今日頭から滑ってますね僕ね。ぜひ、はい、銅像ちょっとだいぶ高いところあるんですよ。ちょっと今日ぜひじゃあ今日は無理だけどぜひ行ってきますよ。豊臣秀吉ね、はい、マイク突きつけて、はい、お前さん人気あるのかと聞いてくださいよ。ちょっとインタビューね、あの竹で太郎さん喋っていただいて裏で喋ってる、はい、そういうプロモーションもいいかもわからないですね。そうそうそう、はい、あのね、報告神社行く人あんまりいないと思うんですよ。あそこにもうちょっとね、はい、他のところに銅像あったら見ると思うんですよね、はい、で入り口のところ昨日もう一つね、はい、馬のね、馬のあ写真とか撮ってるのあるんですけど、はい、馬がこうなんていうのヒヒンっていなられてるようなポーズの銅像もあるんですよ、はいはい、そういうのを、まあ、今インターネットで全て世界とつながっちゃうんですね。そうそうそう、で我々もプランが一つありましてね、あのこうやって留学生がいつもこの出入りする番組ですから、留学生の人たちにね、例えば大阪城なら大阪城、例えばベトナムの人、インドネシアの人、それからフィリピンの人、イギリスの人、それからアメリカの人、こんな人らがですね、あの自分たちの言葉で、紹介するインターネットコンテンツを作ってですね、それをですね海外に向けて流して、で評価の良かった人にはこうアワードでも、いやなるとかいう、いいじゃないですか。企画ばっかりをしてるんですが、なかなかこう前には進んでいないんですかね。とにかく現地行ってほしいですね、この、はい、特にこの今の桜の時に、はい、でまずね、あれ南側のね、昨日あの、うん、これいつも私あのあそこ通るとこ、はい、今日は観光バス何台来てるかなっていうのはチェックするんですよ。はい、素晴らしいですね。観光バスは大阪城、大阪のあんまり通るとこないから、はい、あそこみんな泊まってるんですけどね、はい、でまあ昨日多かったですよ、はい、そのナンバーね、はい、どこから来てるかっていう、はい、これもチェックするんですよ。どこから来てますか。意外とね、大阪以外 の、 あの関東とか成田とかね、はい、あの辺のナンバーがありますから、はい、それは嬉しいですね。だから東京からもたくさん来られてると思いますよ、はい、そういうのはやっぱり現地行かないとわからないんですよ、はい、ね、で僕らそのこうガイドあの運転手さんとかあんまり聞くわけいかないけど、はい、あなた方だったらこうインタビューできるじゃないですか、はいね、でそれを聞き出したのを流せるわけですから、僕らはそれ聞いてまた勉強するとか。ありがとうございます。あのそういうですね、やっぱりそれは僕は気づかなかったですけど、そういう運転手さんに聞くんだという。聞くんですよ。僕が聞いたら新しい、このおじいさん何者だろうなって疑われるだけでしょそんなことはないと思いますけどね。ただこうマスコミの人はこうしたらね、はい、堂々と聞けるし、向こうも喜んで答えてくれますよ。でそれを流すんですよ。ありがとうございます。これいいアイデアいただきましたですね。ぜひやってください。はい、もう桜は散っちゃいますからね。明日ぐらい現場に行って。はい、でも絶対宿題としてね、行ってください。ちょっと大阪城を見て。はい、石のでかいのとかあのちっちゃいの知ってますね。あ、それ知ってますよ、はい、あのなんかこう家ぐらいあるようなね、家ってあの石垣のでかいやつ、 それじゃないですか。まあでそんなでかいのね、はい、そういうのとか見て、ちっちゃい野面積みの石もありますからね、石垣のね、はい、まあ、石の積み方がありますから、はい、でこの前までね、あの石垣の手入れが悪くって、うん、ほら自生するんですよ、あの石垣の間にね、土があるでしょ、うん、はい、そこに種が飛んできて、はい、木が生えるんですよ、はい、鶴とか、はい、で水垂れだなと思ってたらね、はい、昨日歩いてみたら綺麗になってましたから。あ、そうですか。ちょっと行政の方も努力してるんだな、努力するようになったんだなと思ってね、はい、で一つね、そうそう、けしからんのがありましてね、はい、西の丸庭園、はい、もうあと4時半で入れないんですから、はい、だからダメですよね。ちょっと早いですよね。早いですよ。もっとゆっくりね。これはやっぱお客さんの立場に立ってね、はい、自分たちの都合で帰る時間があるって、それはよく知らんですけど、はい、まあせっかく多くの人いるんですからね、はい、民間だったら、はい、これはやっぱり西の丸庭園のね、はい、桜も見て喜んでいただこうと、はい、これは民間の発想です、はい、それはない、はい、
これはけしからんと思って帰ってきたんですよ。はい、でその辺もちょっとこう、まあ、例えば民間の血を入れて、そうそうそう、サービス精神をもっと持ってということですかね。そういうのも現場に行かないと発見できませんから。はい、じゃあその辺のインバウンドこれからどうするんだということと留学生のお話と今日は留学生まあまあ留学インバウンドはまあそういうことで、はい、ちょっとした工夫をしてね、はい、すればまた口コミでね、はい、大阪に行ったけどこの前桜綺麗だったとかね、はい、あるいはあの豊臣秀吉の大きな銅像、はい、あのお前見てきたかと、はい、大部分の人はいや知らないって言うでしょう。僕も知らなかったですからね。日本人が知らないですから。はい、いや実はあそこにあるんだとかね、はい、まあ、そんなことをこうみんな伝えてくれるでしょ、はい、でだんだん広まって大阪城行くようにますますたくさんいらっしゃるようにね、はい、なるとか、はい、まあ、そういうふうに持っていかないかとね、はい、インバウンドね、これもアジアの方にもどんどん来ていただきたいですし、そうそう、昨日行ってね、確かに外国の人も欧米系もアジアの人も多かったけども、はい、これああ桜大阪城のお客さんを外国の人たくさん来てるなと、うん、これで満足したらダメですね。だからさっき言ったように京都だったらこんなも10倍以上来てるかとこう思わないといけない。これ大事なことですね。大事なことだよ。来てるからこれ大阪も大したもんだなんて思ったらダメですよね。よそと比較しないと。もっと、もっと頑張んね。すぐそばに大きな観光としてありますからね。そうそう、僕らも比較できますから。これでも例えば関西で考えた時にね、大阪と、まあ、神戸もそこそこ観光都市ですが、これやっぱこう国内の人がこう異国情緒で来ると思うんですけど、この京都プラスでこう奈良、神戸、大阪全部がこう同じぐらいのレベルになりますと相当な国際都市になりますよね。そうです、そうですよ、そうですよ、ね、だから関西だけでね自己完結できるぐらいのね、はい、あのインバウンドですよ、はい、韓国から入って、はい、関西見て、はい、それから関西からまた帰ると、はい、もうこれが可能なぐらいね、はい、こう関西広いですから、はい、ね、はい、ね、じゃあその辺のお話もゆっくり聞きたいと思います。じゃあ今からもう終わるじゃないですか。いやこれはちょっとしゃべりすぎや。こちらはですね、あのもう今の持って帰りましょう。今のノリ素晴らしいんですが、こちらちょっとあのホームページの方に載せていただいて、また違うこと言うの、違うことまたちょっと振っていこうかと思います。まあ大阪城含めたやはりいろんな観光資源があると思いますので、そうその辺で、この疲れてきた。疲れないでください。よろしくお願いします。それでは、収録の佐藤会長にお話を伺ったんですが ね、はい、打ち合わせこれあの今ビデオで見ていただいたところですが、それと本編の放送のところと撮らせてもらったんですが、さすがやっぱりよく見てますよね。そうですよね、びっくりしましたね、大阪城に行かれて出向かれて、ね、はい、はい、あの実はねやっぱ僕らこの番組やってるから当然観光地とか回ってるんですけど、実は大阪城行ってた、そうでしたね、で、うん、そこで来たかとか思ったんですけど ね、 ですね、だからもうこれはぜひちょっと宿題として宿題ですよね、我々も頑張りたいと思うんですけど、はい、どうでしたかお話聞いてて。いやあのすごくね、うん、私あの本当にお偉い方じゃないですか、うん、けどもすごくね近くに感じれたんですよ、はい、あの今回のインタビューを通しましてね、親しみやすい人柄でしたね、はい、まず親しみやすいけれども、うん、本当にあのいろんなことをね本当にアンテナ張っていらっしゃって、うん、大阪を ね活性化させるためにすごく努力されてる方だなと思わせていただきましたですよね、まずあの大阪城行っても、どこからバス来てるかとか、うん、そうそうそう、ね、どんな人が行ってるかとかでね、うん、まあ、あのちょっとやっぱこういう立場でインタビューできないから、うん、君たち行ってよみたいな、そう私たちでねね、行ったらいいよってね、バスの運転手さんにインタビューするとか考えてなかったなかったですね、でも本当いいあのアドバイスいただけてよかったですよね、バンディさん、そうですよ ね、でこの4月からやっぱりね、うん、大阪もこう観光局ができまして、はい、どん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 本当にあのいろんなところからやってきてくれるね、うん、あの大阪作っていきたいですし、ね、でこれもやっぱりこの番組はあの留学生をね中心とした番組なんで、はい、留学生からの発信というのもやっていきたいですね、うん、はい、はい、じゃあ僕たちも頑張りますのでよろしくお願いします。お願いします。
はい。